皆さんこんにちは。ホジラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今カレンダー見て気づいたんですけども、もう9日後になりましたね。11月19日の部分月食、今回の部分月食はですね、部分月食って言ってもですね、ほとんど皆既月食っていう風に言われてる天文現象なんですね。月食って月と太陽の間をこう地球が通るっていう現象なんですね。でそうすると地球の影に月がすっぽり入っちゃって、でそれで月が赤銅色って言って赤く染まるっていう、まあ、そういう現象なんですけども、月が地球の影に全部入ると皆既月食っていうものになって真っ赤っかになるんですよね、まあ、こういう感じの月になります。でそれが全部入りきらないで一部分がはみ出してるというような場合を部分月食って言います。まあ、こういうやつですね、部分月食って言います。で今回ですね、部分月食ではあるんですが、ほとんど皆既月食なんですね。もうこれ皆既月食って呼んでいいんじゃないんですかぐらいの皆既月食なんですけど、一応サイエンス的なカテゴリーでは部分月食って言います。まあすごいややこしいんですけども、とにかく ものすごくですね、月のほとんどが地球の影に隠されて月が真っ赤に見えるっていう、結構見応えのあるイベントになると思うので、今日はその天文情報の紹介でございます。それでは行ってみましょう。今年の5月にも月食ありましたよね。この時は皆既月食でした。でその皆既月食の動画、私告知した時に一応11月にこんなイベントありますよっていうことで、今回の部分月食紹介しました。ほぼほぼ皆既月食ですよっていう感じでお話ししてたんですけども、どういうふうに今回の月食を表現するかっていうところで、各メディアですね、割と混乱してるっていうか感じがあってですね、例えば国立天文台さんとかはやっぱりね、部分月食って言ってるんですけど、大変深い部分月食って言ってるんですよ。サイエンス的な観点で話すと、もうこれ部分月食以上も以下もないんですよ。全部隠れないから。だからこれしょうがないんですよね。で、星ナビさんは、村上龍の小説にちなんでなのか、限りなく皆既月食に近い部分、ん?限りなく皆既に近い部分月食だったかな?あとね、私が今執筆してる天文ガイドさんも、12月号、それなんですよね。極めて皆既に近い部分月食っていう風に読んでます。でこれ今からでもまだ買えますんで、時間あるからね、気になる方はぜひ入手して情報ゲットしてみてください。はい、それではどんな部分月食なんでしょう。こっちにスマホの画面を出しますんで、例によって、ビクセンのムーンブックで今回も見てみましょうか。でムーンブック起動して、この左下のこの月が欠けたマークをタップすると月食情報はいろいろ出てきますんで、ありましたね。2021年の11月19日。はい。これをやると、月食の表示に切り替わります。これ東側で出るんですね。で、月がこう昇ってくる、この軌道がこの赤い線なんですけども、これがですね、11月19日の、まあ、約16時を示している状態です。で、この左上にですね、情報があって、これ月が昇ってくるのが16時34分。最大、一番欠けるのが18時3分。で月食が終わるのが19時47分ということで、約30間ぐらいかなのイベントになります。で下のスライダーをこうスライドしていくとこう動くんですけど、登ってきたと同時にもうこう欠け始めるんですね。で一番欠ける18時ぐらいだと、ほらほとんど皆既月食、もう右下のところがちょろっと影に入ってないんですよ。それだけ、もうほとんど皆既月食って呼んでいいと思います。でこう過ぎていくとまた8時に向かってだんだん月食が終わって普通の月に戻っていきますよという、こういう天文現象になります。でですね、今回もめちゃめちゃ低いんですね。これね、1マス10度なんですけども、10度っていうのが、いつも言ってますけどね、こう腕をこう伸ばして、このグー1個が人間の腕の長さに関係ない、このグー1個が、大体10度ですよということで、月が昇ってきてもう欠け始めて、一番欠ける18時ぐらいの時は20度ぐらいなんですね。だから皆さん、月食見たいなっていう風に考えた方は、ご自宅の近くの
河川敷とかね、ちょっと小高い展望台から見下ろすとか、そういう、あとは東が開けている海沿いとかがすごいいいんですけども、そういうとこに行ってなんか障害物があれば1個2個って、あ、見えるなみたいな感じで調べておくことをおすすめします。でですね、これ月の出と月の出ってちょっとポイントが違って、これね、月の出16時34分って書いてるじゃないですか。で今16時34分を示しているんですけど、結構月出てるじゃないですか、ね、月の出って普通これが月の出じゃないのみたいに思いません？違うんですよね。太陽はちょっとでも確か顔を出したら日の出になるんですけど、月はね確か月の半分かなが顔を出すと月の出っていう風に言うんですよね。でこの16時34分の時にはもう月の頭が半分ぐらい出てるというようなシミュレーションになりますんで、ここ注意です。登ってきた手を取りたい方はこの月の地獄の前に撮影をしておかなきゃいけないっていうことですね。でね、私的にちょっとポイントだなと思ってるのがですね、このちょっと切り替えます。ビクセのネビラブックっていうアプリをちょっと表示しますけども、あ、これもうさっきシミュレーションしてたんでもう出てきてますけど、この日の月の出時刻をちょっと見ますね。はい、19時は19日は月の出が、あ、違う、いや、日の入り時刻を見たい、太陽が沈む時刻、16時半頃に日の入り、太陽が沈むと、ということはこれ1時間半経つと星が撮れるようになるんですが、通常満月の時ってその月が明るすぎて星って撮れないじゃないですか。でも皆既月食の時って月の光の量がもうめちゃめちゃ減るので、天の川映るぐらいまで落ちるんですよ。だからまあ私考えたのが、部分月食が一番その、深い状態、一番その欠けた時に一番その光が減るわけ、月の光が減るわけですから、その時に何か絡めるものがあるのかなって考えたんですね。でここでビクセンの、ネビラブックに戻ります。これね200ミリの画角を示してるんですけども、18時です、一番その月が、深く欠ける部分月食が最大食の時ですね、その時にですね、すぐ横にスバルいるんだね。これね M45 っていうのがスバルです。スバルってこういう天体なんですけど、こいつと部分月食が絡めるっていう構図なんだなっていうのが分かります。ただめちゃめちゃ低いです。高度20度のところで起こるのですごい低いですから、まあ、気象要件というか空気がね澄んだ時じゃないとこれ構図取れないんですけど、ちなみに300ミリだとちょっと狭いね、ちょっと狭いです。200ミリだといけるんじゃない。だからちょっと天体写真得意な人とか赤道儀持ってる人はこれチャレンジしてみていいかなと思います。で赤道儀の使い方にちょっと慣れてないって人は赤道儀高校で頑張って使うよりも赤道儀なしで撮った方が多分うまくいくと思います。欲を言えば赤道儀を使ってちょっと長めに露出を撮った方が多分いいんですけど、でもその設置をねミスるっていう危険性を考えると使わない方がいい場合もありますから、その辺自信のある方はこれちょっと狙ってみてください。で今回の月食低い位置で起こるので何かと絡めやすいと思います。20度なので、例えば以前10年ぐらい前かな、結構前の月食の時はスカイツリーと月食って絡める人結構多かったですよね。まあ、そういうちょっと見上げる構図で、高い鉄塔やビルと一緒に撮るっていうのが可能になると思いますんで。でさ、今ねこう天気を見てみると、ちょうどそのウィンディーがね、ちょうど、11月19日の天気予報を見れるようになってるんですよ。ウィンディーっていう天気予報が。で、見てみたら、晴れる予報なんですよね。日本海側とかちょっとね、この時期雲に覆われるところが多いんですけど、基本的には日本の大部分でこの月食が楽しめるようなお天気になるんじゃないかなというふうに、今のところは予測します。まだ変わるかもしれないですよ、これ。10日後ぐらいのことなので。でこの右側になんか雨いるじゃないですか。これ雨なんですけど、この強い雨がちょっと前後すると全国的に天気が悪い方向に行くかなっていう感じなので、この天気予報の通り、
この雨雲、強い雨が通り過ぎてくれればその後はスカッと晴れると思うので、今のところはねちょっと晴れそうですよという明るい見通しになっております。でそれで、まあ、写真じゃなくて見て楽しみたいわっていう方は、こういう双眼鏡がねあるといいです。ちょっと大きめのやつ使った方がいいです。まあ、ちっちゃい双眼鏡でも人間の目よりは明るいのは間違いないので、ないよりは全然いいんですけど、これちょっと大きめのやつがある方はこういうの使った方がいいです。で倍率はそんなに高くなくていいです。これが6倍の双眼鏡です。こっちは7倍の双眼鏡なんですけど、まあ、このぐらいの低倍率の双眼鏡の方が手ぶれがしにくいっていうのと、まあ、こういう口径の大きいタイプを使うと集合力がものすごくあるんですね。で月食ってね意外と暗いんですよ。月とはいえど もうほとんど光が当たってないからね、めちゃめちゃ暗いんですよ。どす黒い感じで、だからこういうちょっと大きめの双眼鏡があるとそんな月食、暗い月食も楽しみやすいと思います。で天体望遠鏡を持ってる人はもちろん天体望遠鏡を、使ってちょっと楽しんでみていただきたいなと思います。スマートフォンで撮る場合はこっちに映像出しますけど、 iPhone の場合ね、これスマートフォン長押ししてこうタップして長押しするとなんかスライダーが出てきて明るさ調整できるようになるんですよ。ちょっとピンチしてズームアップして、ちょっと明るさを調整して明るめに撮るといい感じで撮れるかもしれないです。ちょっとねこのスマホの撮影方法私も最近学んだので、今回の月食でどうなるか試したいと思ってるんですけども、まあ、一応そういう撮影方法がありますよということで共有いたしました。 Android の場合は露出補正っていうのがついてるみたいなんですけど、ちょっとそれはね機種によって変わってくるので、マニュアル設定にして露出補正をするとちょっと明るめに撮れるみたいです。ちょっとねこの辺は私 Android 持ってないんで分かんないんですけど、ぜひお試しください。まあこんなねスバルと月を撮るとかいいんじゃないかみたいに言ってますけど、私ね撮りに行けないんですよ。その日ね私、池袋のサンシャイン60展望台っていうところからライブ配信やるようになってます。でサンシャインさんもこうやってイベントも告知してるんですけども、サンシャインの60展望台から、私がライブ配信しつつ窓越しにね天体望遠鏡を設置して月食の映像っていうのをお届けします。サンシャイン60展望台さんの YouTube チャンネルっていうのがスタートするみたいで、そこにはですね屋上に天体望遠鏡を設置してその映像を、そのサンシャインさんのチャンネルにずっとこう映像だけをこう流すっていうことをやるみたいです。なので、まあ、池袋が晴れたらね、映像だけ見たいなっていう人はサンシャインさんのチャンネルをずっと見ていただいていいですし、でなおかつ、私のトークとかね、あとねそのサンシャインのそのイベントの会場の様子とか、そういうのを見たい方は私のチャンネルを見ていただいてっていう感じですかね。でまた天文リフレクションズさんが今回も生配信イベントっていうのを企画するみたいで、全国のいろんなところからですね映像を拝借してですね、その天リフさんのチャンネルの中でお見せするっていうのをやるみたいです。まあその中に私のライブ配信の映像も入ってるんですけども、まあそういった曇った地域でもライブ配信っていうのを活用していろんなところの映像、月食を楽しめるようになってますんで、そちらもぜひご活用ください。はい、それでは今日はこんな感じですかね。急遽ちょっと晴れそうだったので、天文情報の発信をいたしました。前回の5月の月食は結構曇っちゃいましたからね、今回は日本全国のみんなが今回のほぼほぼほとんど皆既月食を楽しめるといいですね。本当にそう思ってます。じゃあみんなで晴れることを願いましょう。それでは今日はここまでにいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。